ロード第14節1戦目埼玉。さあそしてバッターボックスには吉田が入ります。さあワンアウトになりましたがなおもチャンスは続きます。なんとかここで先制点をと打ちました。セカンドの右抜ける、ホームに送球する、セカンドランナーホームイン、ホークス1点を先制しました。ライト前の期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがという感じですよね。理想通りの打席には松田が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたがなおもチャンスは続きます。ここはしっかりダメ押ししておきたいと。初球から打っていった、掴んでツーアウト、ツーアウトランナー二塁。バッターは3番秋山。先ほどの打席はサードゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてしっかりと最後のアウトを取ってほしいですよね。はい、インサイド落ちました、セカンドの右抜ける、